優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせください。と素直に嬉しいです。ご自身で決勝を振り返りますと、どのような点が良かったとお考えですか？先にパッシブを取ってグラウンドでちょっとポイントを取る予定だったんですけど、それはできなくて、後半までずっと自分が前に出続けるスタイルで、それを貫いて後半のグラウンド、相手のグラウンドをしっかり抑えれたところが良かったと思います。この大会、パリへの選考会ともなる大会ですけれども、はい、ここへ向けてどのような調整されてきましたか？まずこれで勝つことが、来年のパリにで自分が行くために絶対勝ち切ることが大切だと思ってて、絶対勝ち切るという強い覚悟を持って今回挑みました。今後も選考会は続いていきますけれども、今後に向けてプランや目標など教えてください。と次の6月の明治杯で勝たなければ、今回勝った意味がなくなってしまうので、しっかりと6月の明治杯で自分が優勝して、そのまま世界選手権のでメダルを取ってパリにつなげたいと思います。ありがとうございます。念願のという感じですけれども、はい、どうですか？まずは全日本で優勝することをまず一つ目標としてやってきて、今回優勝できてよかったと思います。天皇杯ですかね、高校生の時に、はい、文田選手を投げてから、ちょっとすごい、はい、曽我部っていう選手はすごいっていうので来て、その後ちょっと成績が出なかった時もありましたけれども、いかがですか、今振り返ってみて。優勝をずっと目標にやってきたんで、その間ずっと遠藤選手にどうしても勝てなくて、ずっと悔しい時期が続いてて、でも絶対に勝ってやるっていう気持ちで毎日毎日取り組んできて、今回やっと勝つことができてよかったです。松本慎吾先生からはなんかどういった言葉をかけられたとかありますか？今回勝ったことはよかったと思う。まず次勝たないと意味がないので、またこれから勝てる練習を取り組んでいけと、はい、言われました。やっぱり挑戦者として挑む大会と、やっぱりそのディフェンディングじゃないですけれども、はい、守るっていうところでちょっと心持ちが違ってくるのかなと思うんですけれども、優勝する上で、チャレンジャーとして今回行ったんですけど、自分が優勝したからといって今一番強いってわけではないので、優勝、ディフェンディングになっても自分がずっとチャレンジャーの気持ちで挑んでいきたいと思っているので、そこは変わらないです。ありがとうございます。おめでとうございます。決勝戦を見ててスタンドの部分でもかなり力強さが出てて、そこで主導権も取れてたのかなと思うんですけど、はい、そのあたり実感いかがですか？自分は前に出るというか圧をずっとかけ続けて、体力で勝つことが得意じゃないですけど自分のスタイルなんで、それをずっと6分間貫き通すことができたのでよかったと思います。最後の質問でお願いいたします。わかりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。よろしいでしょうか？おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ご協力ありがとうございます。